それじゃあまるでこいつを信じてなかったみたいじゃねえか。それくらいすごいことだってことですよ。シェロさんにもたくさん力をお借りしましたし、今日はゆっくりしていってくださいね。はい、お気遣いありがとうございます。それにしても夏姉さん、綺麗な刀ですけど、見ているとなんだか空恐ろしいというか。さすが転生期ってことなのかな。この威圧感、あの刀のじいさんに似てるよな。ちょっとわかる気がします。転生期覚醒なったか。頃合いだと思うていた。あれ、あの奥藤おじいさん、どうしてそれを知ってるんですか。転生期の脈動、隠し通せるものではない。おお、以前にまみえた時よりも鋭き瞳を持つようになった。ここでは場所が悪い。参るぞ。なあ、危ねえんじゃ。我を恐れ逃げる程度では、いずれ圧命祭にその命取られよう。あ、じいさん待てよ。行っちまった。行くんですね。私もついていきます。何かできるわけじゃないけど、でも一緒にいますから。オイラだって一緒に行くぜ。オイラとお前の仲だもんな。転生期の力、今さら語るまでもなし。ウヌの器、その力の主たりうるか確かめん。このマスキ目をしておる。嫌な人は私が消してあげる。俺と踊るか。転生剣王は伊達じゃないってね。この程度で倒れないでよ。インフィニートクレアーレ。花のごとく潔く散れ、一気に畳みかける。私の旋律の中でゆっくりお休み。あらよ、倒れ。あらよ、やっせやっ。届いた。陽気かな。転生剣王は伊達じゃないってね。ほらほら、考えてる間に終わっちゃうよ。シエンミルエスパーだ。じゃあね。おっぽれ。嫌な音、やっと終わったわ。ねえ団長、あっぱれ。大丈夫ですか。ひどい怪我してませんか。よかった、大丈夫みたいですね。はあ、見てるだけで息が詰まる戦いだったぜ。うぬらは恋し。え、されど大きな渦を生む小石。僕とおじいさん、それはどういう。刀のじいさん、こいつを八つ名祭の持ち主として認めてくれたのか。ああ、ここ怪我してます。気空亭に戻って手当てしましょう。
団長さん、お帰りなさい。帰りが遅いから心配しましたよ。ねえ、オクトーさん。我の求むる戦いの道がここにあると悟ったゆえ。戦いの道、確かに依頼で戦うこともありますけど。うぬらの進む道、邪魔立てはせぬ。気が向いたゆえ堂々するだけのこと。って、もうあぐらかいてるし、こりゃ出てく気ねえな。一切問題なし。我は我が望むままに刀の道を進むのみ。一時それがウヌラの行く道と交わるだけのことに過ぎぬ。ウヌラがいずれいずこへ行くとも、力があるは邪魔にはなるまい。気空艇から降りるつもりはねえみてえだな。おじいさんくらい強い人が一緒に来てくれるなら心強いですよ。おじいさん、好きなだけグランサイファーにいてください。